日本人にとったら堀口は別格だからっていう感じなんですよ。そういうことじゃないんです。あいつは特別だから、そういうことじゃなくて、自分だって一人間で膝ぶっ壊して腰ぶっ壊してでやってるわけじゃないですか。そういう意味で日本の子供たちに自分は夢を持たしたいなと思って、戦ってる姿を見したりとか頑張ってる姿を見してますね。自分いつも思うんですけど、日本人の考え方が、あ、それはできない、あれはできないって、もう抑え込みすぎなんですよ。教育が良くないですよね。はっきり言って、お前ならできる、やれるっていう洗脳をしちゃえば絶対いけるんですよ。そんなお前じゃ勝てないよから入ったら誰も勝てないですから。UFC をやめて日本に行くときに、When I think about Horiguchi, I think about a guy that I tried to sign five years ago actually. And I tried to sign him and he said, no. He says, I'm going to go back to Japan. And he said, I'm going to help grow the mixed martial arts in Japan. Nihei-san がその時ガンで、近くで自分の試合を見せた。宝物なのかな、俺の。ね。本物の自分が行って盛り上げられたらいいな。起爆剤になればいいなと思って、まあ、日本に来人に移籍しました。And he's done that. And now when I think about the last, you know, three, four years, you know, to see how much MMA has grown in Japan, it's been great to see the rebirth. This is not a matter about money. This is really about giving back to my country, and I have to help grow it.ライジンの契約家の中でもタイトルファイトです。それなのにもかかわらず、自分はバイバー UFC 行きますっていうのはできなかったので、自分はやっぱりその恩があるので、ベラトールとライジンが線で繋がると、本当に日本を捨てるとか日本を捨てるとか、そういう気持ちじゃなくて、日本のみんながこう背中を押して、みんなでこう送り届ける。I just want the Japanese fans to know that this kid is somebody that you should be proud of. That's a great story, huh? だいたいが自分の利益のためにやってるなっていうのが大前提かなと思ってますね。自分ってそうじゃなくて、はっきり言ってその回転戦だったり、はっきり言ってファンだったりとかのためにやってるんで、まあ、ライジンのためだったりやってるんで、まあ、そこは大きな違いかなとは思いますよね。応援してくれる人の喜んでる顔だって見るのがなんか好きなんですよね。自分で喜ぶのってすごい一瞬じゃないですか。自分釣りが好きで一人よく釣りに行きますけど、釣りって、まあ、魚釣れた時にやったって思いますけど、それを共有できる人がいなかったりとかすると、そのもうほんの一瞬で終わっちゃうんですよ。自分が勝って、子供たちだったりに、まあ、本当に挑戦してれば、ちゃんと目指してれば、努力してれば、掴めるんだよっていうのを、まあ、見せられたらいいかなと思ってます。まあ、笑ってりゃなんとかなるみたいな感じですね。